はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト11、冒険していきましょう。はい、前回ね、このファーナード様から時の王爵とかいうセニカ様が使っていたものがね、杖があるみたいなんですけど、まあそれね、レシピ持ってたんで、作りに行きたいと思いますね。勇者様に差し上げた僧帳は、かつて賢者セニカ様が使っていた時の王爵が錆びてしまったものです。不思議な鍛冶のレシピがあれば、きっとかつての力を取り戻すことができましょう。セニカ様の仲間ネルセン様は鍛冶にも詳しかったと聞きます。お心当たりの場所をお探しくださいませ。ネルセンの試練で勝って与えられるのかなと思っていましたけども、まあね、鍛冶屋行ったらですね、まあちょっと行きましょうか。ルーラと、まあどこでもいいんでね、サマディのキャンプ。はい、でレベルの方はね、頑張って84までなってますよ今ね。まあキング、メタルキングスライム、あれはね、勇者の試練の4階かな、4階でずっと戦っていたらたまたまに出る感じみたいですね。しょっちゅう出るわけじゃ なかったんで、まあ結構苦労しましたね、ここまでね。上げるのなかなか出ません。出てもね、逃げられちゃうんですよ。最悪でしたわ、その時本当に。まあ20分に1回出たかなって思ったらね、でパッと逃げちゃってね。その時のガーンっていうね、もう気の落ちようはねえよ本当に。よし、カジで武器ね、でスティックね、ありますね、時の王爵。じゃあこれ作ってみようかな。せいにだいぶ上がるね。100?104 上がっちゃうの？すっげー上がるな、回復魔力が。じゃあ作ろう。はい、でも難易度マックスじゃなかったかな。まあこれは火力上げして、まあ僕なりにね、火力を上げて、で一気に撃つと。超4連打ち。いや全然上がんねえ、なんで。3倍打ち、いやー難しい。これ火力めっちゃ上げないと、こう変化しないわこれ。いや全く変化しない、これ難しいわこれ。どんだけ火力上げないといけねえんだこれ。ほんとかい、まだ上げないといけねえな多分。いや集中力がもうないぞ。いや無理だこれ。これ無理だわ、作れねえわ今の技術じゃ。必殺チャージ、必殺。これはね、超4連打ち。
なんちゅう難しいのこれ。マジか、足りねえな、まだ。よし、いけるか。叩く。集中力足りないよね。これで仕上げるしかねえよね。詳しく見てみよう。ちょっといい出来の良さの時のお酌になりそうだ。まあ今仕上げとくしかねえな。オッケー。カタカッタ、カッチンカチン、変化しない。時のお酌プラス1。よし。で、ローの装備もね、頑張ってね、作ったんですよ、これね。はい。そして、セーニャ。これを時の王爵、はい、こういう感じになるんですね。はーい。で、攻撃力が308か。で、今何の槍、これだったかな。540。うん、これにしときましょう。さあ、そしたらですね、道具、大事なもの、女王の愛。はい、ソルティコのジェーンをね、シルビアの父ちゃんとクレモモランの女王ね。はい。で、今度は、ドゥーランダ号の、修練場で、修行僧たちと、その長があなたを待っているようです。じゃあドゥーランダー号行きましょう。号なのか今日なのかちょっと分かんないけど、ドゥーランダー行こう。はい。呪文ピカルーラ、ドゥーランダ、ドゥー、え、ドゥーランダーだったよね。ドゥルダ、ここか。よし。ドゥルダ教、ドゥルダ号。君はなんだね。そうじゃ。大修練場、ここまだ訪れてないんだね。何の宴じゃ。お待ちかねの勇者様がとうとう来たらしい。ああ、こんなにめでたい日はないぜ。早く宴の準備をしなくちゃ。また太っちゃうぜ。おお、おっとっと、地上にも星があるようじゃ。ここかな。勇者様、よくぞおいでくださいました。
この宮殿を通り、ドゥーランダじゃないね。ねえ、とうとうあの、日本語も読めないようになっちゃったね。ドゥルダの大修練場へお迎えください。太子様お待ちですよ。わかった。クリリンのことだな。夢のあの王子ピカ、ドゥルダ豪へよくぞ参られた。私は豪の大使を務めるニマと申します。ニマニマしないでね。我らドゥルダの総一同、古き、制約のもと、あなたを弟子として迎え入れ、心身ともに健やかに育てることを誓います。いきなりで驚いたかい？堅苦しいのはここまでにして、まずは訳を話そうか。ドゥルダは古来よりユグノアと縁のある豪。ユグノアの王家に生まれた男子は、幼子の6年間豪に修行に出されるという掟があるんだ。ユグノアの王子として生まれたあんたは、本来この豪に修行に出され、あたいに指示するはずだったんだよ。わかってんのかい？ユグノアが滅び、それは叶わなかったけど、あたいたちドゥルダの民は16年間あんたが来るのを待ち続けていったってわけさ。お久しぶりです、太子様。今まで顔を出せず申し訳ありませんでした。本当に久しぶりだね。ユグノアが滅びてから心配してたけど、ますます変態そうで弱ったわ。ふふ、なんだいその顔は。まるで死人でも見るような顔をして。でも不思議だね。あたいもあんたとは初めて会った気がしないんだ。どこか遠い世界で会ったことがあるような。おっといけない。かわいい弟子とゆっくり話していたいけど、今はそんなことを言ってる場合じゃないね。空に現れた黒い太陽、あれから邪悪な気をビン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 感じちゃうのよ。ありゃただものじゃないわね。あんたたち、あの黒い太陽に挑むんだろ？そう来ると思ってあたいが特別な修行を用意しといてあげたよ。その名も蓮舞踏魔行。あたいが呼び出す魔物と次々と戦って、己の力を最大限に引き出す荒行さ。しかもここ数百年誰も制覇できなかった最終試練まで解放するから覚悟しておきな。修行に挑戦したいときは散歩に言うんだね。太子様、わしはこの16年間自らに禁欲を課し修行をしてまいりました。その成果今こそ見せてやりますぞ。あんたもしばらく見ないうちにちょっとは成長したみたいだね。では お主たち、早速修行に挑むぞ。この牢に遅れを取るなよ。おったったった。
前言撤回。やっぱりあんたは何も変わってないみたいだね。久々に特大の一発をお見舞いしちゃうわよ。あいやー、ご臨終です。はい、どうすりゃいいんだ。ピカ、改めてよく顔を見せておくれ。うふう、物柔らかで優しそうなところも、頑固で諦めが悪そうなところも、ローの若い頃にほんとそっくりだよ。16年前、ユグノアが滅びたと聞いてからずっとあんたの身を案じていたけど、その様子なら心配ないね。でもあたいの寿命もそろそろかと思ったけど、生きてあんたの顔を見られるなんて、やっぱり長生きはするもんだ。もっとすまない、今は無駄話をしてる場合じゃない。遅れた分の修行を一気に取り返さないとね。さあ散歩と話して連舞刀魔行に挑戦しな。ドゥルダに伝わるとっておきの修行であんたたちをビシバシしごいてやるよ。わかりました。まあこれし、どうなるんだろう。やってみっか。ピカさん、ドゥルダの大修練所へようこそ。ここでは魔物と連続で戦うことで己の力を最大限に引き出す修行、連舞刀魔行に挑戦することができます。あれ、不思議ですね。ピカさんが連舞刀魔行に挑むのは初めてのはずなのに、記録が残っているようです。まあ勇者であるピカさんなら、どんなに不思議なことが起きてもおかしくはありません。本当は最初から始めてもらうところですが、ピカさんは特別にこの記録の続きから始めることにしましょう。それと皆さんに朗報があります。黒い太陽が復活したこの状況を踏まえて、ニマ大使から許可をいただき、3の、試練よりも難しい試練を用意しました。3じゃねえ、2か。あれ、3だよね。3の試練を乗り越えれば次の試練が解放されるので、ぜひ挑戦してみてください。それでは連舞刀魔行のどの試練に挑みますか。おい、記録残ってるって、まあ1しか残ってねえな。戦闘回数2回、挑戦メンバー3人。え、3人っていうか、あれは条件であって残ってる記録じゃねえの。俺いつ受けたかなって思ってたんだけど、最初からじゃねえか。まあまあ受けてみろ。何これ。まあ、ドラゴン一騎打ち。ドラゴン一騎打ちは、一騎打ちに強いのはやっぱね、マルちゃんでしょう。で、デルカダール4、これはこれと、ピカと、ローかな。え、ロー選べねえの？あれれ？ああ、選べた。OK。命令させろ。特にデビルモード。特に
タイガークロウ。よし、コンピューターに任せましょう。これは初回クリアの商品ですね。景品か。よっしゃ、6手。そしたら最高の8手以内の賢者のローブがもらえるということか。まあ大したもんじゃないけど、今ではね、多分。あ、全部もらえるのか。はいはいはい。そしたらこの 2までね、ちょっとやってみましょう。何当たんのかこれ。貴族のジャケット。読みだれパレード。パレードといえばやっぱこうだ。魔法大合戦ベロちゃん、マッスル動物園グレイグ。神でいけ。いや、お前一人で大丈夫か。おっと、ではただの天才ではないようじゃ。さすがじゃ、シルちゃん。さあ頼むぞベロちゃん、時報ベロちゃん。ラクレパンダ、こんなん初めて見た。やばい、ここちょっと苦戦しそうだ。やば。
さあどうかな、結構かかったぞこれ。精霊の盾のレシピ。ああ12点貴族のジャケットはもらえなかった。まああれ、うまいこと、うまいことっていうかどうもできんけど、あの魅惑とかね、まあどうもできんっていうか、あのスーパーリングとかね、装備すればそういう手は防げるからね。そういうのあれば、まあ問題なくいけそうな感じですね。はいはい、はいはいはい、よし、まあこれはここまでにしときましょう。そしたらですね、どうすっかな、ちょっと待ってね。これでまた道具、大事なもの、このソルティコのジェーゴのね、試練はね、なんかゾーン中のグレイクとシルビアのゾーンの必殺技でなんかとどめ刺さなければいけないっていうのであったので、まあレベル上がるにつれてね、ゾーン入る可能性も高くなっていくんでね、まあこれはもうちょっと後でもいいかな。とにかくね、ゾーン入るまで待ってなくちゃいけないから、まあ待っててそこはカットすればいいんですけどね。まあこれはもうちょっと後にしますわ。で、はい、次は、はい、これは女王様ね。で、デルカダール城、王座の間で国王が誰かを待っているようです。じゃあこれ行こう。はい、ルーラ、デルカダール、城下町、デルカダール城。これはいつの時代なんだ。私、勇者の星が落ちる瞬間を見逃してしまって、ですからみんなの話を信じていないんです。だって空の果てに浮いているものが突然落ちてくるなんて、そんなことあるわけありませんわ。外見ろよ、まあ、外。王に取り付いていた魔物はあまりに多くの人にとっての16年を奪っていきました。本当に平和な時代が訪れたら、デルカダール王とマルティナ王女には今までの幸せを取り戻してほしいものです。そして願わくばホメロス殿とも共に平和を分かち合いたかった。あ、これホメロス死んじゃったと、死んじゃったというか、デルカダール王正気に戻ってホメロスも死んじゃった時代なんだ、ちょうどね。王様、すんげえお前近いけどね。おお、ピカ、勇者老主の名を継ぐ者よ。そなたの帰りを待っておったぞ。して、どうであった？空の異変について何か分かったか？いにしえの邪神ニゼルファ？そのような強大な存在が地上に復活してしまったというのか？勇者ピカよ。世界の人々は未だ邪神ニゼルファの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は邪神に滅ぼされよう。どうかそなたの手で邪神ニゼルファを倒し、この地上に平和を取り戻してくれ。頼んだぞ、勇者ピカよ。
え、邪神にゼルファ倒すの？いや、それ最後のボスっすよ、あんた。本当かよ。はいはいはい、そうです。何？はい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 、頼んだぞ。何？ちょ、はいはい。まあこういう伝言があったということです。え、違うの？待ってくれ。ピカ、しばし時をくれ。マルティナに話しておきたいことがある。デルカダール王国、強く美しい国じゃ。ウルノーガの手中にあっても揺るがなかった。マルティナよ、苦労をかけたな。わしはなぜ16年前のあの日お前のそばにいてやらなんだのか。あの会議の時じゃよ。ウルノーガに心を食われ失った16年の月日、愛する娘の成長をする姿を思い描くことさえできなんだ。あの時の己の弱さをわしは悔やんでも悔やみきれぬ。本来ならお前は戦いなど知らず、穏やかで幸せに満ちたこの王国の姫として生きるべきだったのだ。お前はもう十分に戦った。今からでも遅くはない。デルカダールの姫として生きてもよいのだぞ。お父様、お父様、マルティナはこの16年の月日を悔いたことなど一度もないです。この16年、マルティナは守るべきものを探す旅を続けてきました。辛いこともたくさんありました。我が身の悲運を憐れんだこともありましたけれど、その日々の果てにかけがえのない大切なものを見つけたのです。お父様に、老様に、愛する祖国、優しき民たちと信じられる仲間たち、そのすべてが生きるこのロトゼタシア、私は守るべきものを見つけたのです。誰のためでもありません。私は大切なものを守るため戦うのです。なんと、マルティナよ、ボンキュッボンになったな。これはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ。受け取ってくれ。それは黄金のティーラ、今は亡きそなたの母のものじゃ。お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。母様のティーラ、大切にいたします。ありがとう、お父様。なんていい話なんじゃ。ではマルティナよ、行っておいで。
すべてが終わり、世界に平和が訪れたなら、共に暮らそう。このデルカダール王国で。はい、行ってまいります、お父様。素晴らしい。いやー、素晴らしい。次は日野の木火山、飛竜の眠る地で女が救いを求めているようです。女が、あなたの力を必要としている人は他にもいます。はいはい、よし。そしたら、まあ、あの飛竜行きましょう。日野の木火山行けばいいのか。じゃあキャンプだな。いやこのドラゴンクエスト11は心が洗われますね。綺麗になります。まあこれはね、馬で行けねえのか。あれ降りるんじゃ。いやこれはね、本当にね、多くのね、本当人に、まああれですよ、心のね、勉強というか修行というかね、本当ゲームだけどいいなこれ。まあ僕感動するレベル低いですからね。ぶち切れるレベルも低いですけどね、かなりね、すぐぶち切れますから、ね、まあモンハンとか今やってるけど、ほとんどもうぶち切れ状態ですから、できっかよこんなのみたいな。でどこだ、こっちか。これサギちゃんとなんだっけ、なんか兄弟2つ合わさって1つのなんかサギっぽい言葉になってたよね。ここか。そうだ、ピンク色なってっか。なってないね、ここじゃないのか。ピンク色になってないね。じゃあここじゃなく穂村の里か。あこれだ、手羽と先の秘密基地、手羽先だよ。先か、詐欺じゃないんだ。詐欺じゃないんだね。手羽と先ね。手羽先ね。うん、ピンク色になってないね。そしたら、穂村の里行きましょう。まあ、炎の木火山って言うから、ここかと思っちゃったけど。まあ、穂村の里。うん、ピンク色の方が2人おられますね。贅沢なやっちゃ。
里の周辺で凶暴な魔物がうろついているのに、ヤヤク様は何もおっしゃらないばかりか、あまりお姿も見据えてくださらない。噂では最近日野の木火山の方に通い詰められているいらっしゃるようだが、火の神に祈りを捧げているのだろうか。あんたオリハルコンなんとか言ってたな。持ってるよ今。俺はこの鍛冶場の職人でね、鍛冶職人なら誰もが憧れる王者の剣をこの手で作るため、この里へと戻ってきた。世界中のどこかに存在すると言われる伝説の金属オリハルコンがあれば、きっと王者の剣を作ることができるはずだ。ってあんた持っているそいつは俺が探していたオレハルコンじゃねえか。オリハルコンだよ。お願いだ、どうかオリハルコンを檻に売ってくれ。無論金に糸目をつける気はない。俺の全財産22,500ゴールドでどうだ。いいえ、そうか、残念だ。気が変わったらまた話しかけてくれ。変わりました。はい、即変わりましたね。ってあんた持ってるじゃねえか。はい、これいくつか持ってたと思うから、売ったらどうなるんでしょう。なんか、おお、これが本物のオリハ、ハルコン。ありがとう旅のお方、おかげで俺の思い描く名剣が作れそうだ。見事王者の剣が完成したら、ここの店で売り出す予定だから、しばらく待ってからまた来てくれよな。うん、王者の剣ここで手に入るのか。わかった。おい、誰待ってるんだよ。誰も待ってねえだよ。困ってる女の人がどこにいるんだよお前。ヤヤク様のことかな。ヤヤク様の部屋行ってみっか。おばあちゃん、ここはヤヤク様のお部屋。亡きハリマ様の遺品もありますので、立ち入りはご遠慮くださいまし。わかりましたおばあちゃん。ずいぶん散らかっております。ちょっと待って、もう一回聞いてみよう。ここじゃねえのか、行くべき場所。道具、日野の木火山、飛龍の眠る地で、飛龍の、あー、なるほど。多分あの飛龍のね、あのと対決した場所ですわ。で、女が救いを求めている。あの場面に直撃するのか。わかりました。そしたらね、もうその場面行くのはちょっと時間がないので、俺を祀るんじゃ。俺がここに乗るから祭り上げるんじゃ。俺を祭るんじゃ。はい、そしたらね、このなんだ、飛龍のね、クエストの方は次回やっていきたいと思います。はい、それでは今回はここまでにしときます。それではまたね、次回会いましょう。俺を祀るんじゃ。わかるな、わかるんだな。はい、それじゃあね、またね。